神大寺バスストップとは、東京都調布市神大寺南町にある、中央自動車道のバス停留所である。バス事業者では、中央道神大寺と案内している。本バス停より、西側は、中央道が高架で構成されているのに対し、バス停付近周辺及び東側は、武蔵野大地の端にあり、切れ彫りとなっている。三鷹通りへの階段があり、京王バス、小田急バスの、 中央道新大寺バス停下停留所に降りることができる。なお、上り線には上る階段もあり、地元の鎮守、池の上神社裏あたりからホタル園などがある神代、植物公園方面へ抜けることが可能である。北方には、三鷹通りがあり、北へ向かうと左手に、神代植物公園水生植物園や、新大寺小学校が、右手に新大寺交番がある。 三鷹通りは、青い神社から、神代寺五皿を抜け、三鷹方面に抜ける。また、北西方面には、名刹神代寺があり、北老茶屋や神代寺そば店等が、周辺にある。西方には、天然温泉である、湯森の里や調布の台所と呼ばれる、深尾にぎわいの里調布卸売センター、調布市場がある。下り線の階段下に仮設トイレがある。 東バス停と東京都内から中央道相模湖までの各バス停との区間内のみの利用はできない。なお、八王子発着路線である高松線、金沢線は途中経由地として新宿や渋谷に停車する関係上、上り車線側バス停から乗車、下り車線側バス停で降車となる。中央高速バス。 夜行高速バス JR バス KO バスの運行便に限り中央高速バスの利用者は中央道新大寺バス停下で接続する一般路線バスに割引運賃で乗り継ぎすることができる高速バスから路線バスに乗り継ぐ場合は高速バス降車時に路線バスに乗ることを高速バス乗務員に伝えれば乗り継ぎ証明書をもらえるのでそれを路線バス乗務員に渡せばよい 路線バスから高速バスに乗り継ぐ場合は、路線バス乗車時に乗務員へ高速バスの乗車券を提示すればよい。なお、小田急バスの一般路線バスでは、乗り継ぎ割引のサービスは適用されない。ありがとうございます。